椿祭りの舞台、伊予津彦の御事神社。青空に赤い鳥居がよく映えています。密を避けてゆっくり参拝できる今年、改めて神社のええとこを探ります。松山市の伊予津彦の御事神社、祀られている神々のエネルギーが最も高まるのが、まさに今椿祭りの頃だそうです。そこで知るとさらに縁起がいい椿神社の実はなええとこを教えてもらいます。椿神社と親しまれていますけれども、その椿っていうのはやっぱりこの咲いている椿の花からの由来なんですか？椿の花のたくさん咲く神社、椿神社と言われるようになったという説もある一方で、はい、もう一つ実は説話もありまして、はい、この下のあたり見ていただきますと、はい、岩がたくさんずっとこの先までつながっているのがお分かりになると思います、はい、これ実は海底にしか存在しないはずの岩がここにあります。海底、はい、津の脇の神社から転じて椿神社から椿神社と、本殿と向かい合わせの位置にある総社社に祀られているのが、船で海を渡ってきた神々を迎え入れたという神様。本殿にお参りする前にまずこちらの社に参拝するのが正式な作法なんです。天井が綺麗です。すごく椿をすべて配しております。この中約半分ほどはこの椿神社の境内に自生してます椿を描いております。天井一面に描かれているのは椿の花、なんとすべてが異なっていて、その数80種類。金粉で縁取り高く盛り上がるように描く金彩高巻絵という伝統技法が使われています。紙に輝いていただいて、その力をお参りされる方々に託していただけるような。欄間にも椿の花、そして扉にもよく見ると椿の模様が。さらに通路を進むとこんな椿もありました。ここはどんな場所になるんですか？はい、回廊といいまして、はい、ご本殿近くまで進んでいただいてお参りをしていただきたいという思いがどうしてもありますので、はい、こういったご本殿へと続く道とでも言いましょうか、はい、回廊には椿神社で発見された新品種椿寒桜の原木があります。その昔地域の人たちが植えた木々が自然に掛け合わされ生まれたのではないかと言われています。皆さんの祈りとともにゆっくりとこの神前で祈っていただいて、一番最後で結構ですので、このコロナの収束を願っていただきたいですね。あ、ここパン屋さんがあります。猫ちゃんですかね、コック帽をかぶった可愛い看板がついています。三日月の形をした猫がトレードマークのパンのお店、その名も月猫亭にお邪魔します。落ち着いたいい雰囲気です。そしていい匂いがしますね。やっぱりパンは種類もたくさんあります。ぶどうパンやクリームパンなど甘いものから、ここ照り焼きハンバーグに魚のフライ、お惣菜パンまで、全体的に小ぶりなのでたくさんいろんなものが食べられそうです。美味しそう。店内に並ぶパンはおよそ50種類。北海道産の国産小麦を 100% 使い、無添加にこだわった体に優しいパンが自慢です。これ赤ちゃんのお尻、赤ちゃんのためのパンですって。
実際私が出産してなんか子供に離乳食あげるときに、なかなか食べさせれるようなパンがなくって、卵も乳製品も使わずに添加物も使わずに赤ちゃんが食べれるパンっていうのを作ったらどうかなと思って。子供の好きなお尻をモチーフに、もちもち食感と素朴な甘さが人気。手づかみを始めたお子さんが簡単に半分にちぎれるよう、お母さんならではの工夫も詰まっています。赤ちゃんでも召し上がっていただける食パンを一番売りにしています。あとあまり卵とか乳製品とか使わない方が毎日食べて飽きが来ないっていうのも自分自身がそう感じているので、高温で短時間で焼き上げ蒸し焼きにすることで程よく水分を残し、口どけの良い食感に仕上げた生食パン。3日間低温で発酵させることで小麦のうまみを最大限に引き出しています。持っただけでわかる、ふわふわ。おいしい。ふわふわもっちもちで甘みがすごくあります。また一番人気の塩バターボールも小麦の風味を存分に楽しめます。うん、あ、うん、カリッカリ外側でも中はすごくもっちもちしてます。うん、うわ、でバターの香りがすごい、もう口の中いっぱいに広がって、独自の製法でまん丸に焼き上げたパンの中には北海道産のバターがまんべんなく行き渡り、香り高い味わいです。子供がすごいこのパンが好きで、なんか猫さんのパンが一番って言ってくれてるとか、そういう声とか聞いたりすると、あ、なんかちょっとやってよかったなっていうか、一ついいとこ私にもあるかなみたいな。